今回の動画は2年前に行ったノースストラディのキャンプの動画です。結構前のなんだけど、すごく素敵な場所なので皆さんにもシェアしたいと思って、思い出のファミリー動画を YouTube にしてみました。だから姉ちゃんもまだ生まれてないので、家族4人での初めてのテントキャンプです。機能性重視のテントを欲しがっていたダディと話し合いの末、私が欲しかったグランピングテントをゲットしたので、男の子たちに組み立ててもらってます。この時はまだヒューちゃんも父ちゃんも幼くて、もう自らお手伝いしたくてたまらない年頃で、トン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 頑張ってやってました。暗くなる前に無事にテントを建てられたので、ちょっと夕飯前にお散歩してます。ヒューちゃんから一言いただいてます。乾杯。この夕日の景色を見れるだけでもアミティポイントにして本当正解だったと思います。あと釣りができるのもすごいポイント高いけど、2日目はさっと朝はトーストで済ませて、キャンプ場内のビーチで遊んできました。水がすごく綺麗で、色も本当にこういう色で、エメラルドグリーンの綺麗なビーチでした。夕方はキャンプ場内にある桟橋のところで釣りをしに行きました。父ちゃんがすごく幼くて喋り方が可愛い。多分この時がオーストラリアで初めての釣りだったかな。この一匹、初めての一匹です。日本では私の義理の兄がよく釣り堀に連れてってくれるので、帯広ではいつも魚釣りしてるんだけど、オーストラリアでの釣りはこの時が初めてで、そっから結構ハマっていった感じで、キャンプに出かけるといつも釣りができるスポットを探しています。
3日目の朝ですね。夜の間ずっとロバの鳴き声みたいなのが聞こえてたんだけど、後から聞いたらコアラの鳴き声だったそうです。確かにキャンプ場の高い木の上にコアラいましたね。見つけました。夕方キャンプ場内でカンガルーにも遭遇したし、ヒューちゃんも父ちゃんも日本のカレーが大好きなので、キャンプに行くときは必ずカレーのルーを持って行きます。最近ではもう2人で一緒に作ってくれるぐらい、お料理もどんどん覚えてくれてます。ちょっと座り方と食べ方がとってもだらしないけど、これいつもじゃないんでちょっと勘弁してください。他の日はシチューとステーキだったかな。このキャンプの時は、皆さんはキャンプの時ってどんなご飯作ってますか？参考にしたいので、ぜひコメント欄で教えてください。夕食後の日課になっていた石投げですね。毎日ここでなぜか石投げして盛り上がってました。4日目のランチはストラディアイランドビーチホテルのレストランに来ました。オーシャンビューでテラス席はとっても綺麗です。たまたま来てみたらちょうど一人帰っていったところで、なんと貸し切り状態のビーチでした。メインビーチヘッドランドサウスゴージって地図には書いてありました。岩壁に囲まれた秘境のようなビーチです。5日目の最終日は朝キャンプグラウンドの近くのビーチをお散歩して、インスタで発見した可愛いビーチカフェのブルールームカフェというところに行ってみました。ここはグロサリーストアみたいな感じのお店とくっついていて、向こう側はビーチですね。中に入るといろいろ食べ物や瓶物、フルーツなどが置いていて、この向こう側がカフェになっていて、ホットサンドやアサイーボールやケーキもオーダーできます。テラス席はちょっと光が強くて見えないんだけど、綺麗なオーシャンビューになってます。私たちは中に座ってホットサンドとアサイーボールを食べました。食後はお散歩がてらノースゴージウォークという場所に来ました。この道をずっと歩いていくとルックアウトになっていて、イルカの群れやカメを発見することができます。海もすごく綺麗で、結構高いところからだったけど綺麗に見えましたね。この日もたくさんイルカの家族がいました。ご視聴ありがとうございます。もしこの動画が気に入ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次のブログでお会いしましょう。